今日はメイクさんと相談してコロネツインそして配信時間めっちゃ多分短いです。すいません、申し訳ない。どこもちょっと疲れているのと明日も朝めっちゃ早いのでちょっと配信時間短めでお風呂ゆっくり使ったりとかしたいと思います。かわいい、嬉しい、ありがとうありがとう。ちょっと今 Wi-Fi につなぎました。あと結構なんか壁が薄くてっていうか結構廊下の声が結構聞こえちゃうので、てかさっきその若手が若い子たちがえーまーみたいなはい、あの聞こえはしゃいでるの聞こえちゃって、この壁っていうか話し声気をつけた方がいいんだなと思って、ちょっと静かめに。明日楽しみし、ぴょんちゃん白ピンクだよね。そう、白ピンク、白ピンクです。はい、あんま大きな声は大人なんで出さないようにしたいと思います。これもらってきた。なんか余り、ケータリングの余りもらってきた。何の音？あ、カバンの音だった。今日は新幹線かがやきちゃんに乗ってきたんですけど、なんとゆりさんと隣でした。嬉しい。あ、待って、メッセージ。
さんとドボン一緒にやりました。私は寝てないです。基本ずっとドボンしてました。移動中ゆりさんは寝てた。可愛かった。隣で寝てた。ツイートしなきゃ。ありがとうって。カニと恐竜のポーズをいっぱいしといた。いっぱいしといた。ぜひあさって、あさってじゃないか、まだ分かんないか。だいたいいつも3日後ぐらいなんですけど、アーカイブが載るので楽しみにしててください。今日は富山から来たよって言ってくれる人が、お見送りでね、富山から来たよって言ってくれる人が多くて、え、富山なのってめっちゃ言ってた。どこどこから来たよみたいな。そう、その富山の地名とかも言ってくれて、明日は長野なので、見知った顔多かったですね。というか、それこそピョンズの中でもなんか北陸住んでるんだよっていう人が結構たくさんいらっしゃって、なんかよかったねなんていうんですか、北陸に住んでるのになんか飛ばされなくて、当選会場飛ばされなくてよかったねってそう気持ちになってました。前はどこだっけ、その2年前イベントした会場、サンドーム
サンドームか、そうサンドーム含んでイベントさせていただけたりとか、それこそあの福井のハピリンテラス、ハピテラス、その今日のハピリンホールの会場になってる外にあるハピテラスっていうところで、本当に私過去2回イベントに出演させていただけてたりとか、そう別にそれ以外にも福井はそれこそ全国ツアーで、福井の全国ツアーってどこでやったんだろう、どこだっけ、フェニックスプラザ大ホール、あ全然違うわ全然違ったわ、ごめん、なんでもないです、無視してください無視してください、なんでもないです。それこそ阿波田温泉駅で前にね、日向の代わりではあったんです、なんで日向あれ出れなかったんだっけ、体調不良になっちゃったんだっけ、忘れちゃった、そうちょっと日向の代わりではあったんですけど、あの開業前イベントに出演させていただけたりとか、ちょうど1年前だよね、それこそ本当にそれ言えばよかった、今日ちょうど1年前に輝きちゃん、本当に1年とまだ1年ギリ経ってないぐらい、350日ぐらい前うん、なんか今日のお見送りでファンの方から、今日ハピオのパフォーマンスめっちゃ良かったよとか、ハピオやっぱ今日いいね、ハピオいいねって結構たくさん言ってくださって、なんかすごくなんだろう、今日のこうが会場がなんかまあ劇場ぐらいの近さではないけど、なんかこれまでの茨城とか千葉に比べたら割と結構なんか劇場っぽい感じの横長スタイルだったので、そうみんなのお顔が見えたりしたし、なんかちょっといつもより劇場、いつものこの3公演のやってた来たうちの中で一番まあ劇場っぽい形の感じだったから、すごくなんか私の劇場好きっていうのがよりいつもより出せたんじゃないかなって思って、なんかやっぱ嬉しい気持ちになりました。1971日ありがとう、まあ朝やったしな、ちょっと今ツイッター作ってます、
よしじゃない。写真も。あれ、日内と撮ったよね。絶対撮った。絶対撮った、大丈夫。絶対撮った。これで撮ってなかったらもう爆死ハピョン爆死。すっごい。あ、そう。なんかね、ひゆかの家からの差し入れ？わかんない。どっからの差し入れかわかんないけど。なんか何も書いてなかったから、どっからの差し入れかわかんないんだけど、ひゆか、福井のなんかアイシングクッキーがなんとあって。福井って書いてあって、その周りにいっぱいいろんなお花、いろんな色のお花があったアイシングクッキーだったんですけど、じゃん、それの福井の K をもらってきました。かわいい。福井の K です。そう、あのなんかね、その私が見た時はもうふと意はなくて、そう、ふと意がなくて、あとうくはあったんですよ。うくはあったんで、だったらもううだけ残しとこうと思ってK を取ってきました。イニシャルの K の皆さん、おめでとうございます。可愛いでしょ。え、私オンさんと出るの初めてだよね、多分。この間最初あやねちゃんと出て、次ゆいちと出たから。いや、そしてあの久しぶりにこの福井放送さん の本当に初期からお世話になってるスタッフさんにお会いさせていただいたんですけど、あのなんか成長したねって言われました。はい成長させていただいております。
もう本当になんかマジでレナナとかクレナとかがいた頃からあのお世話になってるなってた方、あのジョイさんと一緒に AKB ドンとかやってた時から本当にお世話になってた方なんで、ありがたいですということで5000人行ったので、それでは私はここで配信をドローンします。またツイッターとかそれこそねやるのでよろしくお願いします。明日も朝配信するんで見てください。それではありがとう。ランキング読むね。1位サプライズレバーさん、2位トラックエローさん、3位ギャローさん、4位鉄道ネイトさん、5位トムユキさん、6位幻さん、7位哲也さん、8位打ち上げさん、9位ナンスノさん、10位川さん、11位くじの大悟さん、12位カイチョキャビさん、13位ユタパパさん、ありがとうございました。そうちょっとねこの声で配信するのも結構きつい。そうということで皆さんありがとうございました。またまたね、明日は長野頑張りたいと思います。おーということで、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハルルル、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5258盛り上がりの皆さんに切ってきていただくお届けしちゃう、富山県出身ぴょんことはじめたらでした。それではおやすみなさい、バイバイ、ありがとう。めっちゃ聞こえるでしょ。